超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。企業、自営、出版、コンサルなどで何者かになりたいあなたに、巷の売れ線ビジネス書では読めない地道だけど鉄板の裏道ルートをナビゲートする超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。こんにちは。今月はまだポッドキャストの収録以外誰とも会話してない超ブレイク塾主催の西澤和弘です。さて、私西澤の限られた人脈から激戦した著者や講師の方に、彼らの持つ知識やノウハウなどを人間関係、信頼関係が崩れない程度にまで聞き出しまして、いいとこ取りしてしまおうというノウハウコレクター編。今回はサイレントセールストレーナーの渡瀬健さんをお迎えして、無口口下手内向的な人のための会話方法と営業方法について伺ってまいります。まず渡瀬健さんについてですが、有限会社ピクトワークス代表取締役、子どもの頃からもう筋金入りの無口な性格で、小中高校とクラスで、ナンバーワンの無口な人だったというね、にもかかわらず、就職後は営業畑、これですね、言ってしまいましたね。で、そこで、無口な人なりの営業方法を編み出しまして、無口じゃない人の巣窟リクルートでトップセールスになってしまったと。で、それをきっかけに内向型のコミュニケーションに興味を持ちまして、現在は内向型の営業マン専門にセミナーや講演を行うサイレントセールストレーナーとして活躍中でいらっしゃいます。著書といたしましては、最新刊が朝5分読むだけで会話力がグッと上がる本で、この他にはですね、もう内向向けの本たくさん書いてましてですね、内向型人間のリーダーシップにはコツがある、内向型営業マンの売り方にはコツがある、内向型人間の人付き合いにはコツがある、内向型のための雑談術、喋らない営業の技術、営業は口下手上がり症だからうまくいく、もうどうですか、もうね、これ以上内向型にとってですね勇気が持てるような本書いてる人いないんじゃないでしょうか。そんな渡瀬さんの詳しいプロフィールについては、内向型営業、サイレントセールストレーナー、こういったキーワードで検索してみてください。そもそも内向的な性格ですと、それを欠点とされてしまってですね、それを直す方向に行きがちですけれども、それだとむしろ望むような結果が出ません。もう本来の自分に逆らっちゃってます。それよりも内向的ならではの方法論で活躍することを考えた方がいいぞということで、内向的な性格のままでも活躍するコツとは何なのか、それでは地道だけど鉄板の裏道ルートにご案内いたします。ポッドキャスト、笑うビジネスマン。サイレントセールストレーナー渡瀬健さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。さっきから緊張なさっておられましたね。、トップセールスだった人っていうとですね、やっぱりね、こうものすごくテンション高いね、そういう人をイメージしちゃうリスナーの方とかも多いと思うんですけど、はい、実はね、そういう方って意外と少なくて、こう口調とか物腰とかね、柔らかくて落ち着いた方の方がね多いんですよね。うん、うん、まあその中でもね、特にもうそこ通り越してですね、サイレントなのがですね、はい、渡瀬さんですよ。ああ、はい、はい、すいません。別にいいんですよ。むしろ関係なんですけど、そうですね。ええ、じゃあね、渡瀬さんがね、どれぐらい内向的かっていうところをね、はい、ちょっとまず子供時代。はい。もう本当気持ち悪いぐらい喋らない子供でしてね。気持ち悪いぐらい。うん、本当これ本当の話なんですけど、うん、あ、実はうちの親が、うん、近所のおばさんとかに。うん、この子一回病院連れてったなっていう言葉を何度かいろんな人から聞いたらしい。で、私がこう道一人で歩いてたりするじゃないですか、うん、そのおばさんとすれ違うんですね、うんうん、でお互い顔見知りなんで、うん、僕は声かけてくれるんですよ、はいはいはい、お出かけとか、はい、でそれに対して私がこう顔を背けて迂回して通り過ぎるという子供だったんで、何の返事もしない、シャイな子供の典型のような、そう、
その子供のまんまですよ。その子供のまんま、うん、その後ほらいよいよなんかこう社会との接点というか、はいはい、学校とか上がるじゃないですか。そうなんですよね、うん、その時どうなんですか、クラスとか。クラスは非常に多分浮いてましたよね、うん、僕の見た目では分かんないんですけども。あ、そうですか。浮かない、目立たないようにすればするほど目立ってたような感じがします、うんうんうん、逆に、うん、あのなんか知らないけど話しかけられないし、うん、こっちからも話しかけないし、うん、多分俺に話しかけられないオーラを多分出してたんでしょ。オーラが出てた多分ね、うんうん、で話しかけられてもまた迷惑なんですよね話しかけられたいわけでもないたくないです、ね、うんうんうん、会話をしてしまうとその上がり症なんで、うん、むちゃくちゃ上がっちゃって、その、うん、ちょっとでも自分にこう人の視線が入ると、うん、言葉を持たれたりすると、うん、もうガーッと顔が赤くなっちゃって汗だくになっちゃって、うん、まあ、そんな子供だったんで、うん、だ多分その付き合いたくないということじゃなかったと思うんですね、内心はね。でも付き合い始めちゃったりすると、うん、そういう上がりが出てしまうん で、うん、で自分でコントロールできないんで、うん、それが嫌で、うん、だったらちょっともう人と話すのやめようみたいなね、そんな感じで過ごしてた、うん、だと思いますよ、子供時代は。あら、それがどれくらい続いたんですか。これずっとですねまず小学校ずっと、うんうんうん、親からも先生からも言われるんですよね、うん、もっとこう人と遊びなさいとか、うん、会話しなさいとか、積極的になりなさいとか、うん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 、言われるんですけど、ま、こっちもそうやりたい気持ちはあるんですよね、うんうん、であのクラスの人気者みたいな子を憧れて、うん、あんな風に喋れたらいいなとか思うわけですよね、うん、憧れもあるんだ、うん、でもできないいざやろうとしてもなんかどうしてもできなくて、うん、はいはいはい、で先生からやれ親からやれって言われてやろうとしてできないっていう状態が続くと、うんうん、あ、自分ってダメな人間なんだなっていうすごい劣等感が、はい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 、自殺までは考えなかったけどもし世が世なら本当考えてたかもしれないですね、うん、そこまでね、深刻にどっかでデビューしたいみたいな、そうもう変えたい、うん、自分を、うんうん、そんなことばっかり考えてましたね。はあ、うん、でまあそれでまあ小中高大とそこまで行って、うん、はい、いよいよ本格的に社会に出なきゃいけないと、ね、いうところですけどね、まあ、ちょうどバブルの頃だったんで、はい、まあこんな性格のやつでも声をかけてくれるんで、うん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 、で営業だけど声かけてくれるから、うん、周りもみんな就職決まっちゃってるしそろそろ決めないとめんどくさいし、はいはいはい、っていうようなもう本当逃げの気持ちで営業になったのがきっかけです、うん、はあ、やりたくてなったわけじゃないですね。でなんか入ってそれどうですか、それ仕事になりましたか非常につまずきましたね、うん、特にあのメーカーだったので、はい、自分の商品をこう代理店とか販売店の前でこういっぱい集めて、ね、新商品が出るとこう発表会とかあるんですよ。またこれは高いハードル来ましたね。やばいです、うん、あのまず1週間ぐらい前からこう食事が喉を通らなくなってですね、はいはい、非常にこの下痢気味になってですね、辛いんですよねそれを思うだけで、はい、でもなんとかなるのかなって、うんうんうん、甘く考えてて望んじゃったんですよね。始まればなんとかなるじゃないですか。で立って最初はこう喋れてたんですよ、はい、記憶してた通りに。お、順調、うん、なんか、専門用語があって、はい、それがスパーンと出てこなくなっちゃったんですね、はい、喋ってて、うん、普通だったらそのね、そこからこう別に話を展開していけるんでしょうけど、普通の人の、うん、もうすっ飛ばしちゃえばね、ね、すっ飛ばしちゃえばいいんですけど僕の場合こうシナリオが決まってて、うん、その言葉がないと次の言葉が喋れない状態がだったんで、とにかくその言葉を一生懸命思い出す作業に入っちゃったんですよね、うん、でその時のちょっと右前のお客さんがこっちを見て、はい、クスッと笑ったんですよね。うわ、あ、こいつ上がっちゃってんなっていう笑いだなと思った瞬間もう全てすっ飛んじゃったんですよ、うん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 、ああ、もうダメだと、玉砕だ。で、すいませんっつってそのまま降りちゃった。お、話途中で絶句して講座降りた落語家みたいな降りちゃったんですよ。いや、そんないきなりトラウマ級の出来事が。トラウマです、ずっとトラウマでした、それは。うん、もうそれ以来もう人前では喋るのやめようと思ってました。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。
まあ、そんな本なの、まあ、一社目で、まあ、それをまあご転職されて、そうですね、うん、そこがまたよりによってなんでそれを選ぶんですかというバリバリの営業会社へ、知らなくてですね、うん、友達から紹介されて行ったのが、うん、そのリクルート、うん、知らなかったんですそれも、はあ、ああいう会社だっていうのは、うん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 、営業所に配属されて、はい、営業所のドアが開いた時のインパクトがすごくてですね、はい、どうなんですか。なんか前の会社って割とメーカーでこう日本の古いメーカーで、はい、こう営業所もシーンとしてる感じだったんですね、静かな、はい、リクルートのドア開いた瞬間って、はい、繁華街とか歩いてる時に、はい、パチンコ屋の前を通る時に、はい、自動ドアがパッと開いて、はい、中からこう音がバーッと漏れてくるような感じがあるじゃないですかあれまさにあれ風圧とともに騒がしさが来る、そんな感じのイメージですね。でその環境に入って、入って嫌だなと思って、もう一瞬で嫌だなと思ったんですけど、うんうんうん、でもまあ入ったからにはちょっとは、まあ、一応頑張ろうと思って、うんうん、まあ、周りに合わせながらある程度、うん、で彼らはやっぱり若いくせに元気でしかも売ってくるんですね、うん、ガンガン。この会社でこの商品ってやっぱこういうタイプじゃないとが売れるんだなってまずインプットされるわけですよね、うんうんうん、あ、なるほど、うん、だからやっぱり自分もガンガンまでいけないだろうけど、うん、こう多少明るく声もちょっと張って、うんうん、そういう練習をして、あ、まあそうですね、まあ、教科書的にはね、その売れてる人の真似をしなさいみたいなね、まあ、ところになりますもんね。そうですね、うん、やっぱ家でも発声練習とかね、お、あと鏡を見てこう笑顔の練習とかね、うん、はいはいはい、笑顔なんて自分でやったことないんで、うん、自分の笑顔が分かんないんですよね、引きするんですよどうしても。分かりますよあれね、もう意外と練習しないとあれなんですよね無理ですよね、何怖い顔してんですかねって言われちゃうんですよねであとこう喋りもこう、はい、よどみなく喋らなきゃいけないと思ったんで、うんうん、トークを覚えるんですよね一緒にね、うん、はい、でお風呂でこう喋、うん、ってみたりとか、おうおうおう、なんかそういう練習を一生懸命して、はい、行ってましたね客先に。まあ、極めてあの正当な真面目な努力をしておれたわけですけれども、うん、で回ってみてどうだったんですか。ね、全然売れなかったんですよそれ、ね、あら、結構頑張って自分の中で頑張って、うん、まあ、これはいいだろうと、うん、うまいトークだと思って言ってるんだけども、うんうん、売れないんですよね。でどうしたらいいかなと思ったんですけど、うんうん、もうちょっとトークに磨きをかけなきゃいけないんだと。ああ、まずトーク行きましょうか。まずそっち思ったんですね、うんうん、でまたさらにこう練習時間を増やして、うん、でまあ結局でも売れないんですよね、うんうん、練習しても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 、そんなこんなで半年ぐらい経っちゃったんですけども売れずに。あら、結構それきついです。なんていうかその職場自体のさテンションがバー高いところで、うん、やっぱ自分もほら売り上げ上げると多分一緒になってバーって盛り上がれるじゃないですか。 そう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 、ね、それをイメージしてたんですけど、うん、それがこの性格で溶け込めないながらに売れないと、とっても痛い存在、うん、そうですよね、うん、こう一緒になってなんか俺売れてないけど騒いでいいのかなみたいな感じになるじゃないですか。そうそうそう、でまたこうさらにこう浮いてる状態になっちゃったのが半年目ぐらい、うん、まあ限界だなと思ってはいたんですよ、うん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 、でここでやめたとしたらまあ俺は自分は営業に向いてないんだなと判断してまた違う仕事を探さなきゃいけないなと、うん、思ってたんですけども、うんうん、なんかそのぐらいのタイミングでちょうどその上司が、はい、グループリーダーみたいな人がいて、はい、その人は声かけてくれて、うん、明日俺と一緒にちょっと営業行ってみるか、うん、ってこう、まあ、誘ってくれたんだね営業同行にね、はい、で彼はもうその部署のトップセールス で、はい、でしかもこう人望があってですね、うん、いつもこう社内では人が周りに集まってワイワイで明るく、うん、まあ、すごい優秀なキャラなんですよ。なんか絵に描いた理想的な上司みたいな。そうなんです、そうなんです、でそんな彼が声かけてくれて、そんな彼の営業を見せてくれるって言われたんで、はい、まあ、声かけてくれたのは嬉しいんですけど、うん、正直言うとでもあなたの営業を見せられても、うん、多分参考にならないよっていう、そうですね、キャラ違うし、そうそうそう、真似できないよねという、そうそうそう、でついてって営業先に行って、じゃあちょっと拝見させていただきます、はい、と思って隣で待ってたら、はい、なかなか営業が始まらない、
なかなか始めないんですよ。ほう、切り出さない。それは何も喋んないってこと？世間話とか。世間話がポツリポツリ向こう先方からとかこっちからとかで、しかもなんかこうボソボソ喋ってた感じ。あら、盛り上げる感じも一切なく、で最後の方はこのお客さんはもう売る気ないんだな、ね、ここではもう営業する気ないんだなって思ってなんかこうほっとしてたら、お客さんの方から、あ、じゃあこれくださいって売れちゃったんですよ。なんかよく分かんなくて、で、まあ、こういうケースもあるんだなと思って、あと2件行ったんですけども、ああ、じゃあその時点ではまだそれイレギュラーだと、イレギュラーだと思ってますね。で、あとの2件もなんか同じようなテンションで、ポンポンと売れるんですね。そしたらちょっと不思議じゃないですか。で、帰りの車で一緒に隣で、いや、営業ってあんなんでも売れるんですねって聞いたら、だって営業ってあんなもんだよって言うんですね。そうなんですけど、いや、だって営業がそんな明るくベラベラ喋ってもしょうがないじゃないかっていう言い方するんですね。で、その後の次の一言が、あとこう、人生を変える衝撃の一言が来てですね、さて、今回も内容盛りだくさんでカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。